はい、どうも、翔平 TV です。そして、田中雅彦です。田中雅彦さん、はい、はい、お願いします。はい、今回ですね、アナゴ TV さんのイベントですけれども、何やら、入手困難なグローブを持っているので、ちょっと見せてたいんですが、これ、なんていうメーカーですか？リュウ。リュウっていうメーカー、有名な、はい、今ソフトバンクで活躍している高橋隆平投手が、はい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 、使ってたのをきっかけにちょっと欲しいなと思って。あ、そうなんですね。はい、いつ頃購入されたんですか？去年の10月ぐらいにオーダーをして、まあ、今年の10月に手に入れたって感じです。1年ぐらい1年ぐらい待ちました。そうなんですね。はい、で内側はこんな感じで、はい、なんか特徴ってあるんですか？特徴は特にないんですけど、はい、なんていうんですか、この色です。色。赤、まあ基本の色は赤にしたんですけど、紐の色をレッドオレンジっていうちょっと変えてっていうのが、まあ特徴というかちょっとしたいなと思ってやったって感じです。でこのラベルがかっこいいんですけど、はい、これはなんか選べたんですか？いくつか種類があって、3種類やって、はい、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、自分のシャイニングゴールドっていう。シャイニングゴールド。はい、あとゴールドはゴールドでも。濃いゴールドとあと普通にシルバーの3つがあったと思います。あ、そうなんですか。はい、はい、ようやく投票やって、じゃあ忘れてる頃に電話があって、電話があって、はい、めちゃめちゃかっこいいっす。そうですね。名前は知ってたんですけど、画像とか見たことあるんですけど、実際もう本物を見たことなかったんで。で一応1月1日の方に、はい、マスカさんでまた再販はされるんですけど。あ、そうなんですか。5個か6個限定で。5個か6個限定なんですか。はい、じゃあもう速攻やっぱ売れちゃうっていうか。そうですね。僕の時は軟式用のオーダーがもうオーダーストップしてて、はい、これ一応公式用なんですけど。あ、公式用ですか。はい、公式用しかできなかったです。あ、なるほど。はい、で公式用ね、お値段いくらぐらいですか？6万1000円ぐらい。6万1000円。やばいっすね。幻と言われているね、あの龍のグローブ、興味持って見ていかがでしょうか。はい、それでは本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは、お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた綺麗。